平和の虎その思いを金に変えろではどうぞお願いします今宵世間をにぎわせるあの男がタイガーファンディングへと参戦する ではまずご経歴をどうぞ。ユ、えーチューバーの光です。年齢は三十一歳で、えー、住まいは東京です。最終学歴は、えー、高校で、えー、現在職業はユーチューバーです。では今回の希望金額と出資形態を教えてください。いやこれなんですけど、立ってもいいですか。はい。まあ正直僕あんまりよく分からずにここに立たされてて、あの入江さんっていう僕の仲いい人に。 半分進もうかされて、なんかノリで出てみないかってことで、今来たんですよ。だから、正直、希望の金額もなければ、投資してほしいことも別になくて、でも、まあ、令和の虎ってバズってるじゃないですか。だからまあ面白そうだし、なんか遊びに来ようかなってぐらいの感じで来たんですよ。僕としては、やっぱまあ、虎の方たちって成功されてるんで、僕の価値分かってると思うんですよ。 だから、こっちが希望するみたいな、そういうぬるいことじゃなくて、逆に、俺の価値いくらで見積もるのっていうのが、俺は今回知りたくて。やっぱり多分ですけど、成功されてるのに、こんなところに出てるってことは、金だけじゃないと。必要なのは。ちょっと変わった欲望を皆さん持たれてるのかなと思うんで、僕はそこの欲望を多少満たすことができる。刺激をプレゼントすることができると思ってます。経営の才能とか、ビジネスの才能は、5人の方が、 圧倒的に高いと。で、僕は何かをバズらしたりとか、何か物を売るっていう。それが得意なんですよ。だから僕に宣伝させれば売れます。この僕を皆さんならどう使いますかっていうのが今回問いたいんです。だる。クソだる、この志願者。いや、だから、あのだから企画書ないんかい。だるいわー、マジで。だから、やっぱりね、志願者リりになってんすよ。もう。まあね。さん、もうね。<laughs> 格闘技してる場合じゃないんですよ。いやいや、あんたが出したんだからもう中途半端な殴り合いしてる場合じゃないんですよ。中途半端じゃねえよ、本当に。<laughs> もうそろそろ、やっぱね、虎としてのビジネスセンス見せてもらってもいいんじゃないかっていう。結局、虎って本当にすごいのかっていうのを視聴者に見せる時だと思うんですよ。特に僕の視聴者に。皆さんのすごいアイディア。それを今回、 逆に聞かせてもらおうじゃないかっていうクソだるいわーマジで立場逆転しとるななんだこのちがんしゃマジでっていう感じですねポケモンカード欲しいって言えよそして結論ポケカが欲しいんですいやこれねこれすごいこれ。あの僕がポケカ欲しいってそのリーさんにずっと言ってたんですよ 欲しい欲しいって言ったら、ポケが買ってくれそうなとこ連れて行くよって言われてこう来ました。なるほど。<laughs> はい。お小遣いもらえに来とるやんけ。ね、<laughs> 正直、あの、何にも考えてきてないです。マジで、資料もなければ、何の案もないです。ここからアドリブで1時間、やりましょう。<ー>本気で、金取り行こうかと。一応、あの、岩井社長からは、安藤さんにだけコビ売ってろって言われてます。<laughs> <laughs> そういうあの安藤社長にだけコビ売ってればいいっては言われてますなるほど実際攻略法ね攻略法としてはりのメンバーディスってでも安藤さんをコメントやったけだから合ってるわそれ合ってる安藤さんがとにかく金を出すって言われてるんであの正直他をもう見てないっす見てないっす正直ある予算もう組んでる頭のはいこっちも安藤一本攻めでアッ一本ずりです行行ここうう僕らも協力しますありまれ なんだよなんだよそれまあ <laughs> 林さんだったキャバクラでモテたいでしょいやそんなことないよ、ね、キャバクラに使うぐらいだったら <laughs>、はい、僕に使った方がいいです <laughs> いやこれね一個言っていいですか一個いいですか僕からの提案を、はい、刺激が欲しいんですよ、はいはい、一緒に行きましょう

ヒカルさん一旦ん座っていただいてよろしいですかそうは言ってもですね「平和の虎タイガーファンディング」にはルールがありますので一旦希望金額というのを聞きたいんですけどもおいくらですかねえ1億ですあなたが思い描く新しい未来はポケモンカードが欲しいではオールアナスイン新しい未来をつかみ取れキャッチハンド なるわ <laughs> でも正直ですよ、はい、1>, あの1億の価値あります僕<ー>実際それ見抜けないんだったらそこまでの男だったと思います逆にですよ桑田市、はい、僕使ってその価値見出せたんだったらもうダメです ね、もう置いてますだからもう過去の栄光だけでやってきてるんだってことがバレちゃうんですよ生意きすぎて腹立たないくなってきたわ、はい、もう逆に、はい、だから結局ね実力あるんだったら使い込ませるでしょってことなんですよだってトラなんでしょ猫じゃねえよ <laughs> じゃあいけるでしょってことですよいや言ってるけど、はい、何を何億売ったことがあるんですかちょっと全然わかんないわ僕ですか一番マックスは、えー、靴ですねスニーカーを3パターンぐらいで10億ぐらい売りました、ね、そんな売れんのそれは本当にこう,う、ね、まに奇跡も重なってですけどでも大体、まあ、少なくとも1億ぐらいは大体,大体何やっても売れますね、えー、熱がこもってるやつだったらやっぱ結局相性によるんですけど熱がこもれば、まあ、それぐらいいきます なるほどね、はい、人のものはいくらぐらいこう PR して売ったことあるんですか人のものっていうのが、まあ、あれにもおるんですけどぼ、まあ、結果が僕のほうに来ないんで案件受けてもはい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 、まあ、いくら売れたかみたいな、ね、いくらで来ないんですけどゲームアプリでマックスだったら100万ダウンロードとか、まあ、それが多分リストで値段でどれぐらいか分かんないんですけどとかは行ったことあったりとか結構だから YouTuber の中でもその何かを売るってことに関してはたけてると思うんですよね あと、もっともっと、なんか、もっと売れるっていうのが、ちょっと僕わかんないんですよ。最近、ラファエルさんとかも、なんか、オワコンでヒカルさんにお金借りたとか言ってたから。なんか、ちょっと YouTube 全体的にオワコンなんかなみたいな。もう、購買力ないっていうか、推進力ないんじゃないかなみたいな。思ってたんですよね、最近。はい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 。暗闇に名前変えろ、暗闇に。いやいやいやあ、シャンクス黙れ。<laughs> あの、エセシャンクスは黙ってろ。<laughs> <laughs> エセシャンクスは黙ってろ。<laughs> 正直ね、YouTube の価値は、もう分かってると思うんです。 あとは僕使い方だと思ってて、結局それはもちろん僕だったら何度でも売れるってわけじゃないんですよ。僕とマッチするものだったら売れるんですよね。だからマッチってどういうことかって言ったら、僕が熱を込めて訴求できるものだったら売れるってことなんですよ。食べ物一つとってもそうなんですけど、僕が美味しいって本気で思うものだったら僕は売ります。例えばジョイフルっていうファミレスチェーンとコラボして700万食コラボしたやつが売れて、だから。 金額的に言ったらら億ぐらい。1>, <で>うん、1>, 1年ぐらいで売ったりとかあとは、えー、ブロッコリーと鶏むね肉っていう99のブロッコリーと鶏むね肉っていうウーバーアイズであるんですけどそれも売り上げが、えー、僕が宣伝してから3倍ぐらいやったりとか、まあ、食品でも売れますしあ美容でもいけますね僕美容結構得意なんでだからまあ自分が興味あるジャンルだったらめちゃくちゃ強いですただ忖度とか下手なんでなんか要は興味ないものだったら売れないです

安藤さんがいただきがねちょっと高いんですけど、福原さんはるかこう下にいるんで、<laughs> はい自分で考えろってことなんですよ。俺がね、はいそれぐらい光の生かし方をね。そうなんですよ。 ちょっと頑張ります。さん、はい、今日あの、トマピアあそこにいるんですけどあ。一応あの、ポケカを、あの、買うところとしてこう。っあ、そうですね。一応はいえ。あそこから買うの。<laughs> あそこが儲かるだけじゃん。これなんか、いいポケモンカードの授業って聞いて、なんかコメンテーター見学みたいな感じで。来たんですけど、なんか違いそうっすね。<laughs> まあ、思いとしては、単にポケカが欲しいのは事実で。うん、でも、何かしら、皆さんとやりたいのも、事実なんですよ。なんか面白いことできるんじゃないかな。ただ僕。 そういうのを考えるのちょっと面倒くさくて。だって5人もいるじゃないですか。例えば僕が。株式会社、イヤシープ代表、林直弘学習塾で全国制覇。年賞100億円超えを実現。次に仕掛けるのは、極楽睡眠ヘッドスパ、イヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援。積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む、積む、積む。軍資金とノウハウを授ける、フランチャイズの王。今宵も聞けるか、サービスですよ。 例えば僕がいろんなフランチャイズを支援してるんですね。お肉の無人販売とかネイルのところとか、はい、そこでヒカルさんが気に入ったところを、はい、こうめっちゃいいじゃんここって言ってもらうとかそういう普通のそういうもちろんそんなも全然できます。なるほど。はい、なんか普通の発想で申し訳ないんですけど、はい、<た>それが一番まあ分かりやすいパターンかなと思いますね。あと安藤さんとね不動産絡みですよね。まあでもお金持ってるフォロワーさんがどれぐらいいるかっていうだからか普通の,その靴とか食品とかはまあ 売れると思うんですけど、はい、不動産とか売れないんじゃないかないああ、なるほど。で、僕あのフォロワーの年齢層が20後半から40前半に80パーセいるんですよ。はい、で、まあ実際高い高額なものをもうバチバチに売ったことがあるかって言われたら、もう19とかの時に情報数で売ってた時しか売ったことないんですよ。だからその今100万単位の売ったことないんですけど、まあ過去にホストやったりとか。 した時は1日で千万ぐらいあと僕、TikTok、ライブとかやるんですよそれでも投げ銭だけで1週間で3000万とか飛んでくるので多分視聴者のこうそれにお金なり、ね、にお金持ってるんじゃないかっていうのは思っててただもちろん YouTube ってすごい大衆向けなんでその高いものがバコバコ売れるかって言われたらちょっとそこは見えてこないんですけどでも。 その辺の YouTube 広告出すよりは一発あるんじゃないかと思います。一発目は結局行くんですよ。で、不動産と僕まだ組んだことがないんで、だからその一発目はそれなりに行くと思いますね。それが2回3回やってたら、ラファさんみたいにこすってたら、エケル君していくのは間違いないんですよ。でも言ってもやってないんでそんなに。だからそこの一発あるんじゃないかなっていうのは思ってます。 私安売りしてる感じしない。からね、確かに、ひかるさんは。うん、自分でやってることが基本で、案件をあんまり受けなくて。忖度がない感じはすごい良いいですよね。はい、はあ。本当のこと言ってくれるんじゃないかみたいな。しかも、ね。そんあんまりこう炎上とかしても、それも、いや、俺、それ、俺の生き方やからみたいな感じで。もう突き通すじゃないですか。 なんかよくわかんない姉ちゃんにエッチな LINE さらされてもだから何ですか僕の性域なんですよさすがですさすがドラゴンはい不倫がバレてもここにいるのと同じですそう全然余裕でもね正直そこも僕の強みの一つで炎上に対してインフルエンサーがトップ級に強いんですよなんならそのピンチをチャンスに変える力を持ってますで 多分皆さんの記憶にもあると思うんですけど、牛宮城。はいはいはい。もうあれ、日本で一番有名な焼肉屋って言われるぐらい知名度だけはあるんですよ。あれの広告効果はもう3億を超えてるって言われてるんですよね。YouTube 一本で。ってぐらい、僕はバズらせる時のエネルギーすごいです。だから、炎上したら僕はまあバズるんですよ。で、僕が誰かと揉めれば間違いなくバズります。だから、細井さんとかと僕がバチバチ揉めたら、 多分、すごい広告効果です。確かに確かに。はい。ってぐらい、僕、そっち系が得意なんですよ。他の YouTuber と比べたら、圧倒的に売り上げを叩き出します。これもう保証します。間違いないです。僕の右に出るもんいないぐらい。余裕でいきます。志願者の椅子に座るのは、YouTube 界で名を馳せる男、光る。事業計画なし。体一つで、虎たちの前へ。前例のない展開に。 快爽爽、タイガーファンディングは異様な空気感に包まれる。一体どうなる？ホワイトニングの顧客を増やすとかだったらね、全然一番そうとしたあるじゃないですか。そですね、で間違いないます。ハ関連は全く宣伝しないというか、僕ってそのインフルエンサーの趣味であるじゃないですか。でも無料でどっか行ったりしないんですよ。 なんでかかっっって言たたら安売りしたくなないいんでででですすよ自分ががストーリーリけばそこにお客さんが行っちゃゃうじも別に僕はそこに対して宣伝したいと思ってないんで、うん、だから自分の美容クリニックとか一切公表してないんですよだからかやられてますよねそうですめっちゃやってますそうですよねやってますけど全部ちゃんとお金払って知名度利用せずに行ってます宣伝したくないんですよいいと思わないもの、うん、お金困ってないしね、うん、そんなね,うだね細かいのねます困,困ってますポケカが 欲しくててポケカ代がなないってことねそうなんですあるやん絶対あるやんない,ないんないんすよほんとないんですよ <laughs> ちなみにその音車は一軒いくらから広告を受けているんですか普段は大体ですけど内容によるんですけど何かほんに動画の中で置いてるだけとかだったらめちゃくちゃ安いんですけど 1>, もう1本がっつりそれだけっていったら今どれぐらいなんですかね1000万とか、まあ、高くて2000万ぐらいとかぐらいで大体やってますうわっ だからそれに見合う広告効果出してあげなきゃいけないっていう、まあ、プレッシャーも一応ありますよね、それねいや、でも正直、本当に物語ったら余裕でいきますね。逆に失敗したのとかあるんですか、その中2000万もらったけど全然売れなかったとか、歓迎してねえな、俺みたいな。いや、でもそれは多分おそらくあんまりないかなと思います。僕、その結果出さないと嫌なんですよ。うん、だから、案件受けた時し結果出したいんですよ。うん、でもちゃんと受けるときって。だから、売り上げにこだわりたいんですよね。その代わり、その企業から、これやっ、やてオリエンシートみたいな。 もうほぼフル無視したりしますね。これじゃ売れないと、これじゃバズんないから、効果もないから。で、それで揉めても、もう大体押し通します。いやいや、もう素人黙っててくれっていう。そこまで結果にこだわるタイプなんで、これだったら売れるなって思ったやつは売れます。絶対。はい。なんかデザインとかはできるんですか。かあ、まだちょっとなんです。言いきなり。いきなり。ちゃんと、あの、入、はい、って、僕が言ってから答えてください。<laughs> はい、どうぞ。あ、いいですか。はい。あの、自分、ご自身で、はい、そのデザイン、シューズとか服とか、アパレルとか。全部含めて。はい。 デザインに関わっったものってあるんですの僕アパレルもやってるんですけど、はい、デザインはなんか売れそうな感じのデザイン上げてきてって言って何パターンかくるじゃないですか。うんうん、でいいのなかったらもう一回やり直しでいいのあったらこれでいこうって僕がこだわってるのは<ー>アパレル僕やってるんですけど生地がとにかくいいっていうのでこだわって、まあ、売れたっていう。 まあ、確かにヒカルさんがデザインくださいって言ったらいっぱいくれる人がいっぱいいるってことですよね。吸い上げれるっていうか。そんなでも視聴者募集はしてないんで、なんか本当にそう何人か決まってて、<あ>はい。たいハイブランドです。パクってます。ああ、ハイブランドが、ね、こういうデザインだな、みたいなのをパクってるってす。<laughs> <laughs> すごいね。<laughs> だってやっぱハイブランドで僕、そのリザードをはじめ生まれたコンセプトっていうのが、ハイブランドと同じような素材のやつを 圧倒的に安く着たいっていうところがスタートしたんですよ。なるほど。いや、やっぱそのハイブランドって10万とかするじゃないですか。普通のスウェットとかでも。うん、高すぎると。でもそれが同じような素材のやつが1万円であったら1万5000円であったらそっち使いたいなっていうところから生まれたんで。んだからもうハイブランドありそうなデザインでパッと見たらロゴもリザードって分かりにくくしてるんですよ。世間から見られるときにハイブランドっぽく見えるようにしてます。それで結果今売れてるって感じですね。なるほど。だから案件の時もすごいその 隠して、ステマっぽくというよりは、もうがっつり案件って言って、それをエンタメに消化して見せるっていうやり方が得意です。視聴者にそれを面白いと思わせちゃうっていうのが得意なんですよね。だから他の、要は宣伝する人とはだいぶ違うと思います。他の人ってやっぱ後ろめたくさがありながら案件するんですよ。YouTuber って。隠しながら。でも彼らってやっぱビジネスの経験がないんで、実際物の良さを伝える能力が低いんですよ。したことがないんで。で僕は元バリバリ情報集団を売ってた人間なんで、 もうそこに特化してるんですよ。実際言うと。だからリア、リアルな話、YouTube やるより、情報商材とか、宗教とか、詐欺師やった方が僕儲かるタイプなんですよ。能力的に言うと。でしょうね。宗教いけそうですね。はい、す確かに。そういうタイプなんで、その能力をたまたま YouTuber が今持ち合わせてるって思ってもらったら。なるほどね。僕みたいなタイプって本来人気出ないんですよ。だってこんな炎上して、何でも言いたい方だ言って、これが大衆から支持を得てる状況って普通じゃないじゃないですか。でも本当たまたま、 支持を得てるんで狙い目な、はい、なんんんんででですすす今今だだっったたらら安安いいよやこれから価値が上がっていくから決まってるじゃないですか<え>おこれから落ちてくるんちゃうら <laughs> いやいやいね。いやそれを分かるでしょさすがにさすがに分かるでしょいや冷静に考えてくださいよテレビの世界で MC 張ってる人みんな50代とかですこっからテレビ衰退していくと言われてます、まあ、ダウンタウンとか引退していくとその流れでじゃあこっから千鳥来たりとかすると思うんですけど じゃあ、ネットが今バズってると。ネットで、ここまで喋れて若くて、大衆に受けるやついますいません。だから、要は、ひろゆきさんとか。そうですかいや、いや、わかるんですよ。ひろゆきさんとか、堀江さんとか、すごいと。でも、大衆支持は薄いです、おそらく。要は、若者人気ってない,ないと思うんですよ。やっぱ、もちろん発言力あるんで、まあ、一定数バズりますけど、僕は、ちゃんと、ファン人気もあるタイプなんですよ。要は、アイドル要素が少なからずあるんですよ、僕には。わかる。はい。 で、これがハイブリッドで、こういうタイプの人ってなかなかいなくて、希少度が高いんですよね。で、これに気づけてなかったら正直、時代遅れです。 もうほんにおじさんが一番ちょっと時代遅れって言われたくないやつだねいやもう正直恋愛は乗り切りたいしゅあなたの宗教はまっちゃう感じだこれもうね本当。俺もうま500万だっけもう何百万いや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 気持ちだけ気持ちだけ分かって分かって分かったよもう何してんすかも何を売っても分かんないよもうななんか洗脳するも寝起きみたいな髪形でこんな大物来るとまず適当な格好で来ちゃったよ本当。 でも正直そうもさせないっすまあそうですよねさすがに言っても僕は結果出しますよでも気持ちがさ、ね、俺らに入らないとダメってさっき言ってたじゃんそうそうだから入れろって <laughs> 気持ちを入れろって <laughs> その他力本願他力本願で全部こっちこっちで 志願者志願者で志願者頼りの虎なのかってことなんですよ虎だったら自分の足で駆け回るよってことでしょそういう番組なんだよそういうさ <laughs> 枠組みがそうなの <laughs> こんなの来ないのいやなんかさ渋谷アマつラクリニック院長ドラゴン細井 美容外科医として数多の施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白竜がタイガーファンディングに舞い降りる いや、なんかさ、レペゼンもさ、ヒカルくんもやっぱこう、トップ YouTuber って売り込み方似てるなって感じ受けるんですよね。やかましいじゃんそう、まあ。いや、まあちょっとこう、やかましさになんかちょっとそれっぽい理屈乗っけてくるな、はい、みたいな。<ー>そう。だから、本当なんかな、みたいな。まあ実際レペゼンさんとレートラーコラボして、みんなまあフォロワーむっちゃ上がったりとか。上がってねえよ。 <laughs> <laughs> 上がってない。召されてしまいます。一千 <laughs> 万近く使って上がってない, <laughs> い視聴者もちゃんと判断するんで。確か,に確,かに確かに、確かに、確かに。五人いたら判断します。<は>それは自分に魅力がなかっただけなんですよ。それを人のせいにするなってことなんですよ。してねえよ。<laughs> 上がってないしか言ってねえ。みんな上がったのに、一人だけ上がってないんだから。ね、彼のせいですよね。魅力ないんですよだから。<laughs> まあ、そう思います。なんですけど、まあ、そうやって、だから、その、みんな。 それらしいことになんかそれらしい理屈を乗っけてくるんですけど結果が全てじゃないですか。はいはい、で実際デペゼンさんと2回目コラボした時はやっぱシステムのいろいろとかもあって、はい、まあ数字伸びなかったけど1回目の信頼感とか、はい、やっぱりもう関係性ができてたんで、はい、まあそれ許容できる、まあ、僕らも全然それでも、はい、あのすごいね認知上がったなっていう認識があったので数字には出なかったですけどね。だかからそういういいにに本当にできるのななみたいな レペゼンさんがもうこすってるようなことを僕らレートラでやって、はい、また大物 YouTuber と絡んでみたいな感じになんないのかなみたいなあの全然違います全然違ういやフォロワーを増やすとか僕そういう甘い話は一切してないんですよ甘いんですねフォロワーを増やすのはねただポケカが欲しいとしかまだ言ってないですなるほどその上で皆さんいろんな授業されてると思うんですけど僕と例えばコラボで何かするってなったら威力は高くなると思いますそういうのを一番手っ取り早いですね、うん、でもも正直僕も 5人全員とやるってなったら、やっぱ労力かかるんで。うん、まあ正直、あの全員とやりたくないっす。 絞りたいんだね。絞りたいっす。お前、お前、俺を今頭の中が除外しようとした。いやいやいや。けど、さ現実的に一億到達しないとできないわけでしょう。だけどさそうしたら、三人になったら、三千三百三十三万ずつとかね。安藤さんに八千万出して、残り一千万ずつ。でも、いいけどさあ。一億いかないと、コラボできないんだからさそれを、だって。逆に、僕、としたい人が欲しいんです。よその。志願者のペースに合わせて。上から目線で金ポンって積んだ中で、逆にバズると思ってんすか。だから、より変ルれ 欲しいって思わないと、バズんないっすよ。いや、それはヒカルさんと組めるなら、何でも回収できるでしょ、はい、我々クラスなら。らそのぐらいのそこそこ。そうそう。うん。勢いがないと、きついっす。だから、光<だ>にこれさしたら、行くだろうって思うものがある人が出してほしいんですよ。僕は。だから、全員が出してほしいと思ってないっす。そう。あるし、入江さんもいるし、大丈夫だよ。うん。え、なんか、ちょっと、その気になりそうでやだな。<laughs> <laughs> 一番ディスライてんのね。<え> <laughs> はい。岩井さん、ここまで、どう思われますか。 いえよ。株式会社モノレスジャパン代表岩井義明。令和の虎チャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる。志願者の思いや人柄にベットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長。志願者や虎、時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一括に、今宵誰が打ち抜かれるのか。いえよ。

なんでそことかなんかコラボとかどう思います全然ありっすよねおお<ー> <laughs> <laughs> 岩井さん1億円いかないとちょっとあれなんですよ僕たちコラボできないんですよ分母は多い方がいいですね 1>、うん、え1億円全員から出て、はい、で5人とやるのはでも労力がかかる全然いけますよ出ししててもららっったたのに話聞いて面白くなかったら2000万返しますだっ,て<ー>だってそれ結果出ないと思ったらやる価値ないじゃないですか僕はただもらって終わるとか嫌なんですよ結果出せるっていう 未来が見えたら受け取りますだから一応いよいよ現実的なのはみんなで1億集めるに安藤さんにいくら出してもらうかって話ですよ。っていですかやっぱの結果出ないことやりたくないんでんその話聞かせてもらって、ね、今度やりたいって言われた時に<や>ちょっとこれは無理そうだと思ったらお返しする、うんね。無理そうだったらそうだしどうせ光さんにそんだけの広告予算をぶっ込んで回収できないなんてことはまずないと僕は思いますね。正解 ありがとうございますそのお金が一時的に一瞬なくなるけど広告効果があのキャバクラでモテるってとこにあの違うよコンバージョン違うよキャバクラでモテたいからこれをめっちゃ味方になってるわけでは全くないからねそこだけは頼むよ <laughs> 怪しいな怪しいこれが成立しないと一緒にキャバクラ行けないから必死に頑張ってそんなことないからねそれは誤解だからね俺は光さんの実力を信じてこれは広告効果がね起きてもう喋れば喋るほど怪しい怪しいし でも正直、動画は面白いのできますよ、YouTube 作るのは得意なんで,で、しかもそのエンタメだけじゃなくて、セールスの YouTube 作るのも得意なんですよ、僕、おそらくこの動画、僕がめちゃくちゃなこと言ってるんで、そこそこバズる可能性があるじゃないですか、でここで一旦バズれば、その勢いそのままに、次、こういけるわけじゃないですか、だから多分得だと思うんですよね、特に1人目の人は。 5人目になってくると多分もうも<ー>うし先出せよみたいなの言ってんなマジでだから今ヒカルさんは僕たちに情報商材売ってますよ、はい、今完全にね はい、であのすぐ騙されやすいタイプのにすぐつんじゃって <laughs> 一番最初に出すべきだって言ってるだけですからねそうでしかもあの完全返金保証っていうあの詐欺師がよく使う一番よくないねやりますよ必ず LP に効果がなければ返金保証って書いてあるやつですねはい危ない危ない,危ないですねさすが情報商材は違いますよレベルが軽快なトークで展開するプレゼンテーション虎たちの興味関心を引きつけ序盤から札束が動き始める ファンンディング希望額は1億円最高レベルの金額で挑む戦いが迎える結末とは新しい未来の行方を見逃すなピカルさんってあ<れ>あのもう。 すごく価値があるのはもう皆さんもご存知の通りかなと思いますし知名度も抜群で本当にすごい方だなと思うんですけどやっぱり私が志願者の方にお金を出したいなと思う時ってどういう思いがあってこれからどういうビジョンがあるのかだとかそういうところを見たいなと思うのでちょっとここはメジャーな方なんですけどこれからご自身がどうなっていきたいかだとかそういう思い的な部分い一ホテル行きます？正直。 野望ってベッドの上でしか語れないじゃないですかああいいねわかります、うん、一番今日いいこと言ったわはい。まあガチで話すると、はい、僕は承認欲求の塊なんですようん、うん、まあお金稼ぎたいよりもとにかく目立ちたい人気になりたいがぶっちゃけ強いですうん、うん、であのその上でプラスアルファ僕もいろんなもの売ってきたんですけど、はい、やっぱりいいサービスを売った時ってめっちゃ感謝されるんですよね YouTube って無料配信なんで 無料で動画見ててもらってそれに対してコメントがつくとそれももちろん嬉しいんですけど何かものを売ってそこで感謝される方がさらに嬉しいことに気づいてるんですよだから皆さんが作,って作り出してるサービスがめちゃくちゃ優秀なんだったらそれを広めたいっていう感じですなるほど結果それは喜ばれることにつながるんでなんかこうもうひかさんクラスだったらもうお金じゃないのはすごい分かるんですよ、はい、エクシア株式会社代表宮本セラー 業界初の低学生短さと高い効果を兼ね備えたホワイトニングをフランチャイズ展開店舗数は日本一スタッフ一人一人と向き合いブランド化する育成論で他を圧倒するホワイトニング歌謡牛児の令和の女帝参戦志願者の秘めてる思いを引き出し輝きに目を光らせるひかるさんクラスだったらもうお金じゃないのはすごいわかるんですよ。はい、で例えばなんですけど今の抱えてらっしゃるファンの方たちに対してどういうふうな影響を こう与えてあげたいかなとか、はい、次は目指すべきってこう社会貢献性というか。こう日本のために何ができるかだとかもうそのクラスだと思うんですね、はい。はい、この影響力って、はい。なんでこの今抱えてらっしゃるファンの方たちに、どういうことをしてあげたいとか、なんかそういうことって考えられてます。いや、やっぱ正直僕は、まあ親孝行って何かって考えた時に。親のために、自分が幸せに生きることだと思ったんですよ。子供がのびのびと。 楽しく活動することが親孝行だと考えてるんですよねだから僕はファンにとって同じだと思ってて僕自身が楽しく活動することが結局それが一番のファンさんにつながると結論事きれいごとでなんかこう社会貢献だとか、まあ、僕もボランティアみたいなことしてきましたけどでもそれも結論もう僕はきれいごとでしかないと思ってて結果僕が幸せになります <laughs> 誰よりも <laughs>、うん、それが僕のファンにとって一番嬉しいことだっていうふうに僕は考えてるんで令和のツと絡んでファンが湧くと。 僕も楽しいと、それだけでもう十分だと思ってるんですよね。その先の先まで正直見てないです。まあ、でも、そういうふうに、まあ、自分がごし、あの幸せになるというのもそうですし。はい、まあ、ヒカルさんみたいな強い心を持った若者が増えるといいですよね。え、はい、そうなんですよね。それはめっちゃ思いますよね。はい、なんか、それを届けてほしいなって、すごく思いましたいや、分かってらっしゃいますね。さすがですわ。唯一。こう一点。<laughs> やっぱ、ここで、真ん中に座る、その着物座った感じ。 悪くなすでにね悪くないす、ね、<laughs> <laughs> で,です,、ね、ないすよ、ね、なぜ上からかと <laughs> やっぱ営業の一番いいポジションにいますねずっとね <laughs> 光さんはでも大物 YouTuber になんか、はい、プランもふわっとしてて出すとめちゃめちゃコメント欄に叩かれるんですよ、はい、お前らトラかって<ー>か逆なんですよ僕はトラだったらその状況を乗り越えてみろよっていうのもあるんですよね <laughs> 結局視聴者が思う トラの像を超えてくりゃいいわけでしょだから、実際チャンスなんですよ。どう考えても、YouTuber かとなんかしたら、バズる可能性があるわけじゃないですか。いや、もしかしたら牛腐状みたいになるかもしれないですよ。いや、これは、正直僕とトラのタッグ次第じゃないですか。で、そこ見据えて投資しないと。 ということで、一旦トラ側で作戦会議の時間が必要なんい。い<や>逆に。言ったらいや、そうなんですよ。だからか、そ、うん、のアイディアがね、その。うん、例えば、まあ、うちだったら、その、いろんな、ね、あの支援先があるから。そこに、なんか、ひさんがいいって思うところに、がっつり入ってもらったら、そこは。ぐっと伸びると思うから、まあ、それで、回収できるかなっていう気はするし。 まあけど安藤さんとは不動産企画だけどでもさそれがなんか普通の案件っぽくてもねそうだからいかにこう案件じゃなくて一緒にやってて共同のプロジェクトで我々がみんなが収益が はい、あるなんかいい企画面白くて視聴者を巻き込めるような光さんも乗れて案件っぽくないことを俺たちが考えないといけないという番組になりましたいやそもそも僕に考えろっていうのはまず難しい話で僕は皆さんが何やってるか詳しく知らないのにそこで僕が提案したところでそれって結局僕のオナニーでしかないんですよ、うん、だから本当に皆さんが宣伝したいものは皆さんの中にあると思うんでそれをまずもらってから。 僕の中でじゃあこれどうですかって話になってくると思うんですよね、まあ、そこの噛み合わせが必要だと思うんですよ絶対的にそれぞれが今何を一番宣伝したいかが僕分からないんででもいろんなビジネスにかめるっていうのは僕としては嬉しいんですよ僕国を作りたくて自分のファンだけが僕を称えるっていう国が欲しいんですよ <laughs> でそいやそんな中でまあ光る経済圏ってことですねいやあ違違いいますう <laughs> 切り替えねいねオリエモンがそう言ってたんだけどな <laughs> あのチャンネルではそんな感じであの本当に僕はいろんなことに関わりたいってのがあるんですよね世の中っていろんなサービスがあるじゃないですかで優秀なサービスがたくさんあるなと思っててその優秀なところに一個一個関わっていきたいっていう思いがあるんですよでも全部全部自分でできないんで僕いろんなことやってるんですけど基本的に誰かと組んでやってるんですよなんかそんなんが多いんでそういう感じになればいいから何なら別に2,000万なくても結果報酬でもいいすよ 組んで売り上げ上がった利益上がったのパーセンテージもらうとかでも別にいいですそれでも結果出すんでこっちはえそれは面白いそっちのほうが分かりやすいじゃないですか別にだって俺からしたら2000万以上出しちゃうんでそうそうう2000万の安いんですよ、うんうん、だからまあ正直このテニスあたちは損してますけどねはい皆さん <laughs> いやそれはでもそれはでも今動かなかった自分のやっぱフットワークの重さなんですよね年取っちゃってるんですよみんなそうねはい ズバッといかない,い。今の部合制でいいってその自信にもうちょっといっちゃうな、これな。<ー>ガチで。<ー>いや、でも、僕基本的に、ジョイフルとかもそうですけど、結果報酬ですからね。え、そうなんだ。そうなん,なんだ。根本そっちっすよ、僕。そっちの方がこっちからしても、いや、モチベになるじゃないですか。例えばですね、不動産とんな時に、不動産売れば売るほど、こっちにもロイヤリティ来るんだったら、本気で売ろうとするじゃないですか。でも、2000万もらいきりでやったら、もう別にってなるじゃないですか。だから僕としても、そっちの方がいいんですよね。組むとしたら。それが言いたくて出してないんだよね。 金はあんだけどさ。さすが安藤さん。わ <laughs> かります。<laughs> 安藤さん。そういうことなんですよ。僕わかってました。正直。金はあんだけどね。この中で唯一。 もうね、お金出す気ないの分かってました。いや、ぶっちゃけこの中で1億出せん。多分俺しかいないから。じゃあ、出してもらおうましょうか。ちなみにうち、利益100億あるんで。あるでます。はい。カルハウス。ごちそうさまです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 。ごです。これでなんか俺が出す流れやめて。いや、出す流れを作ってるよ。作ってる。ちょっとはっ自分で、自分が全額出す流れでしたよね。出したね。あ、ちょっとそっち運びますね、今、こっちから。でも、成果報酬が一番いいっすね。 いやお互いにモチベーションなんじゃないのかなっていうのもあるし、はい、だってこれ言われたから1億って言う僕言っただけなんで<ー>正直本当に希望起きなかなかったんですよ別にだから丸か×かって話ですよねす要するに組むか組まないかみたい,ないやひかると組んで面白そうなビジネスがある人は組むを選んでもらってそこからは裏で話し合っていけそうだったらや,りやるっていう感じがいいっすね まあけどね今日番組のルール上やっぱ1億までは到達しないと僕も乗れないんで誰かが残りは出してほしいなと思いますねあの僕も足りなかったらどんどんいきますけどまあ、まあ、なんか光くんってなんか高単価ってよりかは、うんはい、歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニーニュージェネレーショングループオーナー桑田流星年商26億緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト2.0時代を牽引 アジアの富野城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思うなんかそのいわゆる庶民が手届くなんかその庶民って言い方どうなんですかちょっと難しいなはいそういうのでフォロワー増えないんですよいうるせえなじゃあ大衆大衆って言葉使ってから大衆でいいですなんか いわゆる一般の方々の平均年収の方々が買えるような商材が結構売れてるというかなんか興味を持ってやってるイメージなんですけどそのジョイフルとか<ー>なんかそのいわゆる高そうに見えるなんか美味しいものだったりを安価に提供するはい、はい、牛ュもそんな高くないじゃないですかだからその高単価っていうよりかはなんかそこの層を狙っていかなきゃいけないっていう感じでいくとなんか高単価の例えば何があるんですか 3万ぐらいで販売した時にそれ1億 1> <ー>あのノンタイトルっていう番組内ですけど売れましたね僕とみくるくんがやってる番組の中で1億ぐらい売れましたドライヤーがーだから結構売れる時は当にこに売れるんです熱が伝わった時本当に売れるんで僕 YouTube において一番大事なのって本当熱量があるかどうかなんですよ。<ー> はは別に万万でも20万でもも売売れれる時はぶっちゃけ売れますなんか光くんが20万のものを売るってなるとちょっとうさんくさいじゃないですかそのうさんくささがもうエンタメになってるんですよ気づいてませんあなるほどねで,えでも20万よりなんかに1万2万3万ぐらいが適切まあ本来は適切ですぶっちゃけ、うん、でも20万の価値が本当にあるんだったらそれもいけますそこの価値をちゃんと伝えれるかどうかと僕が理解できるかどうかだと思うんですよなぜそれが20万なのかっていう 20万が本当にまっとうな料金になるかっていうことが説明できれば別に問題ないと思うんですよでもまあナイスでは触れないから世界で戦う日本人を神の手が救済する GA テクノロジーズ・タイランド代表取締役 CEO 安藤浩一郎大家の住宅仲介件数は1万5000件を突破東南アジアにおける多角的経営で躍進を見せるエンジェルたちを受け入れる本場マレーのトラが今宵オール・オア・ナッシングの審判を下す まあ内装では触れないから不動産とかって結局もう持ってないと買えなかったりとか属性でファイナンス使うんでその上場企業にお勤めのえ年収500万以上の5年。 以上お勤めの方みたいのじゃないと買えなかったりするのでナイスでは触れないんですけど多分今のひかるさんのフォロワーってそこが多分多分くないと思うんですよ、はい、で逆に僕がプレゼンしたいのは多分多くないのでそれを熱持ってやることによって、まあ、うちのすでにいるそこの会員さんとかがフォロワーになるかもしれない、はい、なのでつもまで今まで取れなかったところが取れてくるのでるその光る王国作る時に今まで全然その塀の外にいた人たちがうちと組んだら入ってくるかもよっていうおいしさもありますお金以外に。 まあそれは確かありますねやっぱりその言っても YouTube なんで、まあ、言っても、まあ、そうは若い方だと思ってるんで、うん、だからやっぱそのめちゃくちゃお金使う人の数がその何千人いるかって言われたら俺も正直分かんないですやってみないと分かんないっていう世界観でありますただ僕が関わると大体たいヤフーニュースとか載るんで僕のフォロワー以外にも到達する可能性が高いんですよそれが強みの一つですねその話題性を作るっていう意味ではめっちゃ強いんですよねだそれが広告効果にもなるたりするんで YouTube で動画を上げるだけじゃないっていう強みはあるかもしれないです。一回ちょっと整理しましょう。そうは言っても一億っていう希望金額はありますから、はい、と同時にひかるさんが途中段階ではいや五人と組,組みたくないと誰か一人ととかなんかおっしゃいましたけどもしはい五人から例えばはい均等に二千万ずつ組え出たらはいそれぞれと組むことはありですかなしですかあ全然ありですねただそ本当に内容してですだからもう本当に合わなかったら僕はもう本当に受け取らないんで、はい、だかそれ結局

ポケモンカードってなんか世の中にどれぐらいあるんだろうって簡単に頭の中で計算してみたんですけど、はい、世界中全部合わせて5兆円分ぐらいのポケモンカードがこのようにあるんですよ、えー、僕の見立てでは、まあね、つまりヒカルさんのポケモンカードへの欲望は一生続くんでもう全部集めきれないほどの額があるんでヒカルさんはねまだまだこれから稼ぐと思います知名度も欲しいしポケモンカード欲しさでお金も欲しいまだまだモチベーション高く頑張りまくる男だと。 感じましたそうですね、まあ、モチベアポケカだったりとか <laughs> 全世界のポケカを買い占めたいぐらいの<で>5兆円はやばいで、ね、す欲しいんですよあでその欲しいカードがあるんですーんリー・リエっていうめちゃくちゃ美少女の女の子がいるんですけどこ<ー>のリー・リエっていうカードが今大体相場で100から300万ぐらいのやつがあるんですよそれがとにかく僕は欲しくて同じカードが欲しいんですよをたくさん集めたいんですね、はい それが要はそのリーでっていうカードの鑑定10点みたいなのあるんですよ、PSA10 っていうのがあるんですけど、それは世界で200枚ほどしかないんですよ。だからその200枚を僕は全部保有したいぐらいの気持ちがあるでな。はい。それがめちゃくちゃ高くて、僕は可愛すぎて、万、はい、それを今、集めてるんですよ、欲しいからといって、集まるもんでもないっていうレベル感なんですよ、だから巡り合わせでもう毎日ネットとか調べてたら、たまに出会ってそれ買うみたいな。 でもいい値で500万で倍で買うわとか、そういうので取引されるってことですよね。そう高いっすよ、ね。うわどんどん値段上がってます、ね。あ、はい、だから好きなカード集めたいっていう。今、はそこも熱が強いんで。あ、でも正直、その面白いビジネスしたいっていうのはあります。まあ、ヒカルさんもね、いろんな業界で、はい、その業界で一社しか基本的には組みづらいですもんね。はい。だから、そういう意味では、ヒカルさんと。組めて、その業界で。はい、まあ。 そこはヒカルさんほか断ってくださいねみたいな感じで一緒にやってますからっていうふうになれたら僕たち大きいですよね、はいはい、あそうそうそう,そう本当にだから不動産とかまだ何もやってないんでやってないやつめちゃくちゃまだまだあるんで、はい、それだたら桑田さんってホストですよね、うん、ホストも別に僕やったことないんでその関わったことないんでホストもあれなんかやってませんでしょあれはやったのは誕生日のそうなんです誕生日で自分でホストやりたいからなってだけなんではい,はい,、はい、いやなんかちょうど夏に80坪ぐらいの今スケルトンでデザインま,まだの あの物件があっててそれででホストやろうとしてるんですかあもう一件出すんですけど、えー、でも例えばですけど僕ホスト結構向いてるんですよいやそれはそうでしょうね本本的にこう接客みたいなのが僕好きなんですよ対人がとにかく好きなんでんホストはなんか趣味でもやってもいいぐらい僕はありなんですよ結構本当か,か結構僕ガチ好きですだから入江さんにもだから去年誕生日で1日だけやったんですけどもう正直1日で足りないから1週間ぐらいやりたいって言ってるんですよ 今年の誕生日。それニュージェネレーショングループに出勤してもらっただけ気持ち嬉しいんですけど、なんか僕はそれだったらさっきみたいにヒカルくんとその全国展開したいんで、はい、なんかその FC を集めるなり、なんかそういうなんかちょっとあのグレードというか規模をもっと上げていきたいなっていう。なるほど、ね。じゃ逆にその八十坪の箱をもうヒカルプロデュースの店にしてしまうとか。あ、全然それだ。デザインからさっき聞いたのはデザインをできるのかって言って聞いたのはその内装まではできるのかって、はい。あ、なるほどなるほど。いうセンスはないです。僕は自分で。 ややれれななないいいことはやれないっていうタイプなんですよ僕は得意なことはやれますって言いますけどセ,、うん、センスがないことに関してはもう全くできないんででも牛上のデザインは誰が決めたんですかいや多分なんかプロの人に任すって<あ>宮迫さんのチームがやったんでけどね リューピーのグループにね光さんがこうがっつりなんかプロデュースとか入ってくれたらでかいんじゃないいやそれは相当でかいですでかいよ、ねはい、親和性高そうだけどね夜の世界とは親和性高い方ですね俺との親和性はどういうあわ悪いですもでもでも,でもいや悪い方が伸びるんですよああ<ー>もめるからね悪い方が確かにもめるじゃないですかだってこうテンポ出してた時に<う>僕と 詳し長が揉めるとこ動画出したらバズりますよ。宮迫さんともめちゃ揉めてましたもんね。はい、あれ結構ガチでも,もめ揉めるというか、僕あれガチなんですよ。あれなんか、マッチボンブって言われてるんですけど、あれガチなんですよ。普通に思ったこと言ったら揉めたみたいな。本当に美味しくないって思ったの <laughs> まずそだから正直僕からすると牛久場オープンって言われててもう1週間後に迫ってるとでもう完璧なものできてますので僕もいろんな焼肉紹介したんですよもう俺はこういうとこ行ってるからこれぐらいのレベルでお願いしますねいや分かりました完璧ですって言われてて行って動画撮影してる時に、まあ、内装を見てうわいい感じやなって言ってそれでメニュー届いたらクソまずいんですよ <laughs> いやで俺はもうそれ最初はまあ1個2個ぐらいだたら訂正修正聞くかなと思ったんですけどほぼ全メニューまずいんですよで <laughs> ちょっとこれもうむかついてきてじゃあもうこれもこのまま出したろうって思ってで宮迫さんはもう出してほしくないって言われたんですよ宮迫さんチームから<ー>いやいや俺は忖度したくない嘘はつきたくない視聴者にもう来週オープンって言ってんのにそんな嘘でごまかしたくないって言ってもう強固言葉出したんですそしたらめちゃくちゃバズってそれが社会的にニュースになって結果的に牛阜城の宣伝になったっていうだから別にそれはなんか嫌いだから揉めるとかじゃなくて なんか本当にいいものを作ろうとして熱量が高くて揉めるだけなんで結果的にプラスむんですよなるほど、ねはい、確かに確かにいやそっちの方がいいのほんでできますねだから逆に気使われてる安藤社長よりもこうやってあのオラオラ言われてるリューピーの方が美味しくて伸びるってこと確かに確かに、まあ、その可能性はあります<う>でも俺も組むってなったら安藤社長もう契約化した瞬間に噛みつきますよ <laughs> 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 だから安藤社長が僕の上にいるのも 今だけすよ。だって契約回した瞬間にここでしょ対等でしょあぐら書いてんの今だけっすよ俺とかは結構まあ学歴とか顔とかコンプレックスビジネスなんですようち塾やってたりとか美容外科なんでだからそのコンプレックスある人に対してなんかこううまく親和性っていうかうまくこう僕学歴ないし僕5年前の写真見てもらったわけですけど僕顔めっちゃ違います ああ僕、アトピーで乾燥肌で、めちゃくちゃ肌も汚かったんですよ。まあ今ももちろんまだまだ汚いんですけど、それ全部自、自力で改善したタイプの人間なんで、それは視聴者もしてて、だから僕はそういうコンプレックスと向き合ってここまで来たタイプの人間なんで、まあだから、感情はわかりますね。ただ、才能はありましたけど、もちろん生まれ持って、なんか、多分お金稼ぐのは得意な方だったんで、そこはあるんですけど、でも、コンプレックスを直してきたっていう歴史はあるんで、 まあそこは結構刺さるんじゃなないいかなと思いますねあ今悩んでる人とかに勇気与えられたりとかまあ美容クリニック行ったらこうなるよとか、はい、勉強したらもっとこういうこともできるんちゃうみたいなことが訴求できるかもってことですねたちの心を掴んで話さない光令和の虎史上最高レベルのファンディング希望額で挑む戦いいよいよ最終決断の時が迫る迎える結末は果たして じゃあ結構時間も経ちましたのでヒカルさんラストステージメントです、えー、僕と運命を共にしましょうありがとうございますじゃあ大変恐縮ですけれども、はい、一旦壁側を向いていただきます<あ>座ったままで結構です、はい、では皆さんよろしくお願いします<あ>ファイナルジャッジメントタイムです はいじゃあヒカルさんお直りくださいはい、はい、それではただいまより最終決断に入ってまいりますはい細江さんどうぞはいじゃーん、はい、2,000万円でお願いしますお願いしますはいこれで、はい、お願いしますお願いしますまああのー、今回の話で分かったのは、まあ、ただポケモンカードが欲しいってことと、はい、あとは結果にすごい忠実な人なんだなっていうことが分かりました なんで絶対2000万払ったとしてもそれ以上に返してくれるぐらい気概がある仕事をしてくれるんじゃないかなと思うんで、はい、そんなの儲かるんだったら出すでしょっていうことで、はい、よろしくお願いします。はい、桑田さんお願いします。はいますはい、僕はえっ、ー、と全国制覇のための成果報酬2000万以上っていう感じですね。はい。なのでまあ光さんと桑田流星でぜひ水商売を塗り替えたいとまあそういう ちょっと今そういう夢が膨らみすぎちゃってて頭の中ぐるぐるしてたんですけどまああのひかるさんと全国取れるんじゃないかなっていうのをずっと考えてましたなるほど、はい、なのでまあ本当店舗の数が増えてフランチャイズで加盟金だったりとかまあそういう座組とかも全部含めて考えなきゃいけないんですけどひかるさんと全国取りたいなっていうもう行かなきゃいけない年齢に来てるんで僕もはいよろしくお願いします、はい、ちょっとあの動かしてもらっていいですか はい光、仕事しろよ。おし次行きましょう。<laughs> はい行きましょう次。大丈夫かな。<laughs> はいでは次セナ社長お願いします。はい私は500万円です。すはい、お願いします。であのお話聞いてですね多分親和性があるとするとあのホワイトニングサロン会員制なのである意味まあフォロワーを抱えてる。 ただ SNS ではないんですね実店舗型で抱えててで、ひかるさんは SNS でっていう感じだと思うんですけど一応私もこう会員様をどう育てていくかというかどうこのお客様の満足度を上げていくかっていうところではこれから多分フォロワーの方をどう育てていくかっていうのも大切かなと思うんですけどちょっと私たちが7月にですねビッグサイトでちょっとイベントしようと思ってるんでその辺りとかで一緒にこう何か出ないできないかなと思って出演していただけたらなと思ってこの金額で出させていただきました。よろししくお願いします はい、安藤さん。はい。僕は一万円です。はい、まあ、あの。出さないと誰も出せないんで、はい、まあ、ちょっとすみません、これだるまっていうルールがあるんで。はい、はい。あの、まあ、出さないと誰も出せないんで、とりあえず一万円かなと思ってます。はい。はい、ということで今 4, 1、今。四。四千五百一万円。はい。一万円。まで来てます。億じゃないの。一億円じゃない、一億円な。一億円じゃない。はい、さんいかがでしょうか。 はい、ええー、と残り全額って書いても良かったんですけど、そうするとこのみんながいっぱい出すとその僕の枠がなくなっちゃうわけですよ。はい、だからまあ成立するだろう。前提で気持ちだけ3000万って書いたんですけど、まさかの足りないっていういう展開ですね。なんでみんな出さないの？ じゃ林さん、まず2000万で、安藤さんからいったん0 0 0万、こくだるまを出すっていう、じゃあ、いったんお借りしますね、だるま出すから、安藤さん、結局、お城持ってかれちゃうんやいや、そんなことないですよ。どういきなり、だるまが出ちゃう、これ、ちょっと整理しますよ、細井さん2000万、2000万、それから桑田さんも2000万、瀬名さんが500万、で、安藤さんは1万円。 林さんが3000万ということで7501万円まで積み上がりましたしたがってあと2499万円足りませんって言ってたら安藤さんがあんなことやっちゃうというねはいこのだるまっていうのが条件がつくんですよとりあえず安藤さんどうぞ、はい、いやだからまあ結局その成功方針って話があったんで成功方針の方がポケカいっぱい買えるんじゃないかなと思ってはい <laughs>、はい 多分そっちの方がいいんじゃないかなっていうのとあとは多分今までそのヒカルさんが取れてなかったフォロワーというか層にリーチできるのって多分うちしかいないので、まあ、これからそのもっと次のステージに行くときに今までその取れてなかった層を一緒に開拓していくって結構夢あるんじゃないかなと思ってて、はい、あの組ませててあげるよっていう感じですじゃあ俺も組んであげるよ。ということは安藤さんの条件もう一回分かりやすいように視聴者に。はい 伝えてもらっていいですか?。なんで、まあ、あの、成功報酬で、まあ、あの、先にお金が欲しいんだったら、その二千四百九、え二千四百九十九万円をえ。えっと。一、はい、万円を含めて、二千五百万です。はい、二千五百万円を、じゃあ、あの、先に渡してもいいですし。はい、あの、成功報酬で、あの、もっと一億二億、ええー、需稼いでいただいても構わないですし、っていう感じです。林さん、なんか、ちょっと不思議な顔します。僕も、ちょっと、まだ。点点点です。なるほどね。っていうはい。皆さん、どうですか?。まあ、成果報酬っていうのは、元々が。まあ僕はい、そうなんですよね。はい、僕も成果報酬なんで、はい、そう。 はい、えと桑田さんも成果報酬だしなんなら最初っから光さんは成果報酬でいいんだというふうに言っていらっしゃるので、はい、改めて安藤さんが条件としてそれを出されるっていうのがどうなんだろうっていうのがありますけどまあ安藤さんがこれを出されたことによって全員が成果報酬で仕事を受けていただくっていうことでもう一回ここで握るっていう意味ですかね。まあ、そうですねだから安藤さんの虎は正直いらなかったっていう話ですね。 なるほど <laughs> <laughs> 成果報酬てでもあそこ「成果報酬2,000万」って書いてあるんで多分あれ成果報酬のくせにマックス2,000万っていう結構ケチなパターンですよ。 僕はあのもう無限無限だって言ってんだよ。僕無限なんだよ。放送見返しわかんない。以上って言ってんの。一度に一万ないとオールにならないからの優しさ出してんだよ。俺しか一億円出せないとか言っといて一万円じゃん。そうね。分かる。美味しいとか思ってこうと思ってる。数少ないからってね一回回のインパクト大きくしよう。そんなことね。結構出てる。はい。ということで見事完全オールです。おめでとうございます。ありがとうございます。 はいじゃあヒカルさん一億円を受け取っていただきたいんですけど多分手に持てないのでまあねこれ6編ないと分かんないねいや取りましょうよこれを持ってこの上に積んでっていただきますか皆さんすごーはいお盆スタイルですかすいません皆さんよろしくお願いしますバランス気をつけてください仕事しろよお前いやお前もし役立てよちゃんと働けよ役立てよ お願いします。すごいなこれ。ありがとうございます。じゃ組めたらいいっすね。はい。お願いします。あ、いす。ごいすごいすごい。こ1億持った人初めてじゃないか。はい。僕は条件なく光さんの話を純粋に気持ちで3000万を置いたところだけ思い出してくださいね。お願いします。これが一億円ですよ皆さん。ありがとうございます。 まあ何,何はともあれ番組史上最高金額のゲットです,です、ねはい大体どれぐらいなんですか僕あんま分かってなくて多いのが、えっとまあ、300万500万というのが一番多くて1000万超えるところが大体1割2割あそうなんです、ねはい、2000万とか2500万が何人か出ましたちょっとじゃあよく分かってないことしてましたねだいぶ、うん、高かったよそうですよね、うん、俺ら何もなくなっちゃったんだけど、はいはい、<laughs> 初の事態だね、うん でも過去一僕志願者なんで価値がある男なんで。はい。<laughs> まあこれぐらいが当然かなって感じ。現時点ではな。<あ> <laughs> 現時点では一番価値あるけどな。<笑><笑>はい、ありがとうございます。じゃあ、ひかるさん、今日の感想一言どうぞ。いや、でもやっぱ楽しかったですね。なんかこう。まあ、何度か見たことあるんですよ。よ動画時代は。ちゃんと詳しくは見てなかったんで、はい、その。一般の方がどんな感じとかは見てなかったんですけど。やっぱこう刺激がありました。僕はやっぱこう刺激的なところに。ずっといたい人間で。 で実際こう、こう成功されている方と組めるチャンスってそんな多くはないと思うんで,でしかもただ組むだけじゃなくてこう話題性のある中で組めるっていうのは僕にとってすごい良くてやっぱ単純に裏でつながっていきなり宣伝する方が僕らは難しいんですよ今ここでストーリーが生まれた方が僕としてはやりやすさがめちゃくちゃ出てるんでどこと組んでも結構面白いストーリーを描けるんじゃないかなっていうのは見えてるのでやるならやっぱ結果を出したいんで、はい、その 結果じゃなくてうやむやなったみたいなイヤなんで確実にやっぱやるところとは結果出してる逆にそこすらも令和のトラブが追ってほしいなっていう感じです、はい、やると結果出しますはいありがとうございます事業計画なし異例のタイガーファンディングを繰り広げた YouTuber 光その結果は安藤が提示した条件を受け入れる形で史上最高金額の完全オールを達成 令和の虎に刻まれる新たな歴史光が作り出す新しい未来は続報を待て仲間とつながれる虎とつながれるもちろん主催ともつながれる令和の虎ファンクラブ入会はこちらから